おはようございます。レプレゼン黒い煙。何言ってんだよ本当に。レプレゼン黒い煙って何なんですか。はい、レプレゼン黒い煙。やはり2番さんから点呼お願いします。あ、かわいい。あ、2番ですよ。3番さんどうぞ。3番です。4番さんどうぞ。やはりって名前怖いよ。はい、4番です。5番さんどうぞ。リンゴ星人に似てる声。5番さんお願いします。はい、6番です。7番さんどうぞ。あ、7番です。お願いします。はい、8番です。よろしく。9番です。よろしく。9番抜けろ。9番さん、嵐ですか。嵐じゃねえよ。あ、了解です。じゃあ、ルール。3つ目、髪なし、髪なし、2週目以降は。あ、はいだって。あ、はい。かわいそうだ、1番が。まもなくゲームスタート。昨夜は誰も死にませんでした。水飲むか。2番。あ、のプレイヤー。はい、2番ヒアリーです。はい、村人陣営でした。ということでトップバッターで喋ることもなくね、まあ進行論言うやつ大体人狼なんで進行論も何も言いません。はい、で皆さんの意見を聞いて20名発言していきたいよねってことなんだよねってこと。はい、終わります。はい、みんなおはようございます。サンバ幻。マリバンさんの印象、まあ進行論言うやつ大体人狼。あー、まあよくわかるけどわからないこともないかなって感じ。まあ2番さんに関しては、まあ色落ちなしって感じって感じ。感じって感じなんだよねってこと。はい、おはようございます。村人陣営でした。はい、2番さん、ヒアリーさんなんですか。ヒアリーです。気持ちがですね。で、はい、まあ昨晩、神様から魔法の水晶をいただきました。私の水晶に濁りはありません。私占い師。6番さん白やった。4は印象いいかなぐらい、白いとは思わないけど結構ぐらいかな。じゃあ6番さんに回すね。結構占い師、進化なって感じ今んとこ。さあ、ヒアリさんはなんていうか発言してください。はい、7番です。何、ヒアリとヒアリだっけ。まあヒアリですね。で、5番さんがなんだっけ。6番さんに白出し把握です。まあそうですね、グレーだと234で、まああんま色落ちないですけど、もう一人占い師が出たなら、まあフラットに見たいんですけど、占い師の発言とかも気にして聞いていきたいと思ってます。はい、一周目も一回話したいと思ってるってことなんですね。8番のプレイヤーは発言してください。黒くね。はい、おはようございます。というか村陣営ですが、であと印象悪かった感じは6番もう発言がなんかねブレブレな感じ。まあ今何も出てきてないから、あー8様子見る感じでかばってんな俺の音。レプレゼン黒い煙。何言ってんだよ本当に。なんつった今。発言してください。はい、おはようございます。自分村人陣営でした。6番さん2番さんがなんかやばいみたいな感じこと言ってたんで、6番さんやばいかなと思ってますね。はい、じゃあ話すこと特にないんで以上です。2週目考察頑張ります。はい、村人陣営でした。え、なんで1番、あ、5番さんが確定で占い師ですよね。平和村ですかね。うん、しないですかね。しましょう。うん、それはじゃあ任せます。うん、自分一番発言で黒いなと思ったのは隠しろなんですけど、6番さんなんですよね。いやもう触れるなよ。4番まともって言ったんですけど、4番さんって3番目なのにもかかわらずまだ色落ちないって言って2周目考察伸ばすって言ってるんですよ。そこ一番白く見た56がすごいえって思ったんだけど、死んだからさ、この一人しか出てないから、うん、6強人もあるのかなって思ってしまった。発言的に2周目考察ちゃんとします。
まあ6番さんが僕のことは怪しいとか言って4の432の順になんかあの締めがあるみたいな、なんか白っぽいみたいなこと言ったんだけど、どうせ4番が女の子だからちょっと可愛いなって感じでやっちゃったパターンだよね6番さんは。そういうのやめた方がいいと思うんだけども、今回平和村ということで、まあ役職フルオープンでもいいと思うんですけどね。うん、で実はまあ56に関してはまあ5が死んで6はまあ白って出てるから、まあ狂人って線もあるか、うん、ないとは思うんだけどね。どっか潜伏してんだよね狂人多分。なので一人怪しいと思った人がヒアリさん、うん、すごいね、なんかうーん発言で怪しいこと言ってたんだよな。なんだっけな、なんか言ってたんだよな。なんか直感的に怪しいのは7、うん、それ以上情報がないから、まあ間違いなく3番の方が喋り方怪しいよねってこと、うん、発言してください。あーもうね、まあもう5番が死んでまあ6番がもう隠しろっていうかもう完全しろだよね。ならもう言う、俺カリード俺非常に怒ってる。俺な実はなコインがあったからハンター買おうとしたんだよな。ハンターポチッとしたん買えなかったんだよ。誰だよハンター先取りしたぞマジで。お前マジでハンター先取りした誰だお前、出てこいマジでハンター。だからな俺カリード買っちまったんだよ。お誰だよハンター先取りしたぞお前、買ったやつお前出てこいよ。俺はなハンターで発砲したかったんだよお前らな。ハンター買ってた俺のこと発砲しようとしようとした。うん、俺は非常に怒ってる。もうね、ハンターを釣る気でいるぞ、俺は。うん。カリド氏、お前誰やねん、お前。お前黒か。お前黒か、一番。お前黒か、オッケー。まあ、一番黒ということで、まあ、黒仕様把握です。一番フック。こいつ、やばくない？こい、こい、今日。ちょっとやばい人の後ですね。13番さんがカリド氏様ってことですね。どっちが真か。いや、1でしょ。でも。一番さんフルオープン希望されてたんで、それなら先に言っちゃうのかなと思ったんで、対抗なのかなとは思ってるので、3番さんをちょっと新目に見ちゃうなっていうのは。マジであんまメモしてないな。メモでも5なので、今日は789、いや1、いや789123の中からグレランですね。誰にも、まあ、皆さんの発言で決めます。すみません 4番さんは印象いいって言ったの。2番さんが自己紹介の時は2番ヒアリですみたいな、7番さんの名前ヒアリってそこ突っ込んでたから、4番さん人の話聞く気あんねんなってことで印象いいって言ったの。村目とか一言も言ってないから、7期しっかりして。で1がもし人類だったら出てくるんちゃうかって占い師思うんですよ。で8、うん、あたりはちょっとな、うん、私のそういう4村目の話でちょっと、うん、聞いてんのかなっていうふうに思ってる。2、3、4の順でまともって言ったのは色落ちしてないからまともって言い方に変えてんだから、別に俺そんなはっきり来る色ピキてるピキてるピキてる。俺一番怪しいと思ってるのは8番ね。あの位置で占い師と片白の俺にしか触れてないじゃんって。で俺に5の何締め落とす発言もなんかふわふわしてたし、俺に対してだってなんかブレブレって言ってたけど、俺4、3、2の順がまともで5が俺に白出して把握しました。どこがブレてんのって感じで、そんでその位置でしょ。やばいしょって。ハンターじゃなかったらやばいしょって思う。で、1番は、カリウドでフルオープンしたかったけど、ハンターが出てこなかった、出れなかっただけかなって思う。全然3の発言の方が、俺怪しくも見える、うん。とりあえず今日は放置でいいのかなと思うけど、俺8釣りたいね。いやー、なんかヒアリー、ヒアリさん人狼なんじゃないのかな。7番のプレイヤーは。マジで。発言してください。発言してください。はい、占い師確定ってことで、僕ハンターなんですけども、3番さん、oh、すいません、僕もハンターやりたかったんですね。はい。え？先に押した方が勝ちなので。え？あ、1、ん？どういうことや、これ。まあいいや。まあ、え？あ、え？でもさ、1番さんはフルオープン提案したのに自分でなかったってのは。なんだこれ？ごめんね、サンバーさん。うん。あ、これ。は、メタ考察だな。フルオープン提案したのに、自分言わなかった3番が言った後に対抗出たから、でも一番怪しいですね。そうですね。まず3番と7番、役職買うとかお前ら正気かと。まあ、それはいいけどね。で今回グレーを見ていくとすると、まあ、正直9と1はあんまり情報が落ちてない。
で2番の、まあ、7番ね、直感で殴るっていう発言も若干臭いかなという感じもするね、はい、で4番もかなり発言的にはヘイト溜め込みたくないような感じの発言なので、かなり印象悪め。どうだろう、1番さん1周目なんか無理に考察してる感あって、若干怪しかったけど、3番さんなんか言ってること、いやな、喋り方とかが腹立つんですよね。6番さんの言いたいことはわかる、全然。でもわかんないよ。ちょ、1番さん聞いて決めますわ。1番、ハンター買おうとして、発言してください。自分が1日目出なかった理由なんですけど、対抗でもしカリって出た場合、カリが先に出てもらったら、こっちがカリで出たら、狼目線どっちがカリかわかんないし、アーマーできるかなと思った。で、ハンターさんが出てくれるかなってちょっと思ったんだけど、してくれなかったって感じです。で、3-1がもし2人役職で出たら、ハンター、もしサマーさんがハンターならね、役職2人なんだから、って思ったんだけど、それはなかったから、今日は3番さん、自分目線も人外で見えたんだけど、3番さんが人狼ならさすがに出てこれないかなって思うから、3番さんは狂人だと思ってる。なんで6番さんの狂人目は下がったかなって感じ。今日4番さん行きたいかなって思った。4番さんに関しては狩人新居をついてないのにもかかわらず、自分も3-1を釣りをしてたっていうところかな。めちゃくちゃ挙動ってたしね。今日は4番さんに入れます。8-9 もなんかこれだな、なんか無理やりなんだっけ、強奪してるとか言われたんだけど、3を話し方腹立つみたいな。あんたどこ釣りたいのって思ったよ。今日4に入れます。投票を始めてください。俺は3や。なんかハンター買おうとして買えなくてふざけんなみたいな、それで狩人使用して狩人炙り出したんじゃないの。多分そんな感じがする。今日は俺投票されないし大丈夫だと思う。のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。あの8番さんのあのレペゼン黒い煙って何なんですか。夜が来ます。今の発言的にかなり4は黒です。はい。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。にしろ。にしろ。にしろですね。はい。わかりました。レペゼン黒い煙って何なんですかって何なんですかって。何なんですかって何なんですかって。1は最後の発言だったから、正直人狼だったら、占い師で出るんじゃないかなって思うし。三人狼なんじゃねえかな。あ、昨日全体的に釣り位置言わなかったらすごい怪しいなって思う。3で終わる気がする。それはとりあえず8釣りをずっと押したい。今日だろこれ。ちょっと、ね、あってもはい。そうですね、なんかチャットでゴー守りって言ってたんですけど、そのゴー守りのタイミングが2人とも一緒だったかなって感じで、だどっちかに狼はいるんだよ。で強人だったらまあゴー守り安定だと思うんですけど、そのゴー守ったってわかるかなって感じなので、ワンチャン狩人に人狼いるのかなって思っちゃいました。いや思うよ。しょ、でもやっぱり8は、そうですね、もう人狼っぽいんでやっちゃいたいですけど、狩人の芯だと芯は1だと思うんですよね。3番さんなんかハンターがいたら殺してやりたいって言ってたんで、それ芯の狩人言わないので、もう1が芯かなと思ってます。はい、8行きたいです。8番のプレイヤーは発言してください。そうですか、村からヘイト買ってますな。まったく困ったもんやな。そうだね、でも現状こんだけ盤面すっきりしてるわけだから、別に俺釣ってもいいんだけど、縄足りてるしね。だけど俺視点からいくと、まあ狩人に狼が出てるかどうかっていうのはちょっと疑問だけど、そうなってくると狩人に狂人と死んだとするならば、俺視点も9番さん狼しかないんで、まあ、その方が話が早いかなっていう感じがしますけどね。俺は思います。別に俺釣るんだったら釣るで別に構いませんけど。3は、
人狼は。俺視点はもうすでに9番さん狼さあ決め台詞きますよ。狩人に出てるという視点になっているんですね。まあ2番さん白出たことですしね。案外すっきりしてるんで、もう村勝てると思いますよ普通に。あ、言わない。のプレイヤーは発言してください。はい、2日目、とりあえず狩人グッジョブナイスです。で、1番さん3番さんの。黒い煙は何で1番さん3番さん確かに7番さんの意見聞いて確かにどっちか人狼なのかなって思ってます。で3番さんなんか発言っていうかまあ喋り方黒いですよね。すいません。で8番さん狂人っぽくないですか。いや、あ、そうそうそう、間違ってた、本当にすいません。8番さんか3番さんなんでとりあえず3番さんでいいと思います。はい、自分3番さんは強靭で見てます。で4番さんがめちゃくちゃ黒かったんですよね。今日3番さんから行ってほしいです。自分の線は3番さん釣れば絶対一人街は釣れるので。で8-9どっちかだと思うんですね自分で。ちょっと今整理したいのが、僕本当に3番さんと1番さんどっちかに人狼いると思ってて、で3番さんがそのもうメタメタのメタなんだけど、もうあのハンター買いたくてみたいなこと言ってて、買えなくて諦めて人狼引いちゃったパターンかなみたいな。もうメタするんだったらメタでもうメタ考察していくんだけど、それで5を噛んで5を守られて5を守りしたみたいな言い方してるかなと思ってるんですよね。うん、8-9に関しては8番がまあちょっともう今日で見てるかな僕は。まあ9か8か今日どっちでもいいんだけど、今日は3番いかしていただきます。はい、レペゼン黒い煙。3番のプレイヤーは発言して、いやいやいや、この村バカすかいいの。お前もう結果見たらわかるね。もう本当にもうみんな恥かく、違うんだよ、俺本当にハンターが買いたかったんだって。本当にハンターが欲しいんだって。しかもなんかハンターの人殺すって、殺すとは言ってない。絶対人狼だ。絶対ネットが良くないな、ネットが。おい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 。まあね、もうね、みんな後悔しちゃうよ、そんなことじゃ。負けていいの、実力下がりたくないでしょ、みんな。もうやめようぜ、そういうことは。ダメでしょ、3番のプレイヤー。ネットが良くないなってどういうの。1番超神、2強人、3神狩りかなって思ってる。2番さんおかしいもん、だって3行く場面ちゃなかったよ、さっきも昨日の投票も。え、何を言ったんちゃう、そんな行動。3番さんメタで入るんやったら絶対3番さん。やばいやばいやばい、この占い師マジ頭おかしい、マジ頭おかしい。何こいつ、ねえねえじゃねえ、見てるかなんちゃうかなけど、いや、なんか、3番さん。は？じゃあ、行くか、3番。多分負けると思うけど。え、何が？一応、狼の気する、なんか、見えてる感じする。で、8番さんね、なんかこう、占い師確定したときに、焦りすぎてたんですよ。で、9番さんも同じやってんけど、なんか出てくるんちゃうかみたいな、1で出てきたらみたいな、8-9が1で出てきたらみたいな話し始めて、8-9かなと思ったんですけどね。あ、このパターンがある、この3人パターンが。巻き散らすぎる8番さんね。いや、でも、あ、PP 大きいんか、これ。4が、4、3が白だった場合に PP 大きいのは。いやいやいや、大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。8、9、1が黒だった場合に。3番のプレイヤーが選ばれました。いや大丈夫だと思うんだけどな。PP 起きたらマジでやばい。あ、みんなおバカ、もうしっかりなのに、お前バカ本当に。もう負けたじゃん。もう人狼陣営もうお見事。君は友達、7番友達、もうみんなと俺はフレンドになりたくてたまらない。ちょっとみんなに今後フレンド依頼を送っとくから、みんな、まあね。もう、まあ、今回は人狼の勝ちだけど、まあ、ちょっとみんな今度ね、誰か一緒でいいか、ルーズとやってください。僕、友達がいなくて、悲しいですよ。ジンジン、ありがとうございます。
夜が来ました、うん、目を閉じてください。いや本当にフレンドになっとこう。あの泣き方がだから俺は薄々感じてたよ。でしょ。いや負けたか。朝が来ました。でも4番釣れてると思うんだけどな。昨夜死んだのは、うん、5番。はい、まあここ3番釣ったってことはもう狩人ロラってことで1番釣る流れなのかなと思ってます。うん、はい。で4番はまあ人狼の可能性もあるけど、そうですね、8番がやっぱ人狼だと思うんですね僕。はい。6白でした。あでも6強人の可能性もあるのか。まあとりあえず今日は1番釣りたいと思ってます。はい。7番さんはさ、この8番のさどこが黒いん？昨日からずっと言ってるけどね。まあ今日俺視点で言うならば1釣って出した9釣れば終わるっていう寸段だけれども、そのあたりは皆さんどう考えてるか。あーじゃあ4釣れてるね。ちょっと気になるけどね。まあ強人おるなら2番さんでしょうな。うん、いやいやでもこれ仮に狼ってより9番狼のは濃厚だと思うけどね、うん、でも4釣れてると思ってるんだが、これ、うん、まあいいや。レペゼン黒い煙。9番のプレイヤーは発言してください。こいつもう黒い煙って言ってるし、こいつ黒で釣っちゃっていいんじゃないですか。自分目線も9しかないんですよね。いやもう9に、いやもう、ん、うん、いや僕が言うならレペゼン白い煙ですね。もうマジで。な、何言ってんの？2番さんのことついてる。この9のテンパり具合なんなのマジで。なんだこれ。ちょ待って、8、9どっちも黒すぎる。9番に関しては自分目線9しかないって言いました今。うん、自分目線9しかないってどういうこと？自分が人狼しかないってこと？うん、言い間違いにしてもひどすぎた。で、8番さん、読んで釣れてる。で、9が人狼。まあ、8番さん目線そうだよねって感じ。で、自分一番怖いのは、6、2、2、どっちか狂人がいて、8、9、どっちも人狼っていう時ね。PP、あ、ちゃうわ。その場合はもう PP になっちゃうんか、今日。なるほどね。なるほどね。うん、まあそういうこともあるんだけども、やっぱり一番さん釣るべきなのかなっていう感じはするんだよね。いやなんか8がね、なんか2が強人みたいな、じゃあ3と1は何の、何人狼が出たのっていうちょっと謎の感じがあるんだよね。8と9しか飲めないって別にないね。別に1今日釣ってもいいんじゃないかな。ね、今の発言的に1番がすごいね、もう真っ黒クロスケになっちゃったから。でなんか9番はね、一番黒く見えるんだけどもちょっとテンバっちゃってる、まあ村人かなみたいな。まあサイクロはまあ8かなっていう。今日はまあ1安定でいいんじゃないですかね。黒い煙。やめ、投票を始めてください。言えなかったわ。じゃないべ。ねえこれさマジ PP かもしれません。6か2に狂人がいなければいい話なんですけど。いねえよ。知らねえけど3狂人3人狼。わかんないよ。いや4は人狼かもしれないし。いや4で釣れてるんだと思うよって感じかな。マジか。自分自身なんで PP が送らないことを祈りますって感じかな。頑張ってください。1人は釣れてるんだよ。でもここで1人じゃ意味ないの。4がこれ村人陣営だった場合に、もしこれが人狼ではなくこうだった場合に残りね2人いるの狼だから、噛まれて2人残ったら PP が起きるっていうのを今1番が言ってて、今の発言的にはすごい1番が狩人なんですよ。6カメ
いや最悪なパターンこれ。朝が来ました。昨夜死んだのは6番7番のプレイヤーは発言してください。はい、これも8、9のどっちかですね。うん、じゃあ4で連れてるってことだ。8、9の話聞いて決めたいと思います。8番のプレイヤーは発言してください。そうだね、もうこれシンプルに俺目線9番しかいない。ちなみに俺は狂人でもないし狼でもない、それははっきり言っときます。なんで2番さんも、まあ、昨日の感じからするとおそらく村だと思うんで、ここは9を釣って鮮やかに勝ちたいなという感じですが、まあ結構ね不信感はあるよね、どうしてもね。陰キャに負けたくないな。でもまあこれ PP 起こってないから確実に残り1なんで、確実に俺は9を釣りたい。もうそれ以外言えないな。昨日の発言、9番の発言を見ててもよくわかると思います。うん、だよね。 OKOK Yeah、レペゼン黒い煙。9番。いや8番さん、今のなんかこの喋る時のやつで言ってること、9番さん釣りしか押せないっていうのと、なんつったっけ、自分は、狂人でも人狼でもありませんってことだけなんだよね。うん、内容がない、いやまあ確かにそんぐらいしか言うことはないんだけども、いやそりゃ、うん、人狼でも村でも自分人狼じゃないって言うからね、そこ別に。そうですね、いやうん、いやもうみんな分かってる通り8番釣りしか自分目線はないんすよね。なんで8番釣りしか飲めません。自分釣られるとあれ、うん、で2番さんがなんかどうちゃらみたいな8番さん言ってたんですけど、自分的に2番さん最初から別に黒い点あんまないなって思ってて、いやまあいいっすわ、とりあえず8番押すしかないっすね。8番さんお願いします。すいません、先輩になりたくないっす。2番のプレイヤーは、やったね人狼、勝ったよ。うん、俺が真の狂人だ。どこ入れんのこれ、どっちが人狼なのこれ、これどっちが人狼わからないよこれ、どっちが人狼なんだよ。おい、どこに入れんのこれ、どっちに入れんの投票は。 8? 嘘だよ、俺は村人陣営だよ。はい、あ、9番入れます。はい、9番人狼です。はい、9番入れます。すいません、そういうあのすいません、あのチャットで考察するのやめてもらっていいですか。ほんと9番さんマナー悪いですよ。はい、9番入れます。バカか。一番いやー4強か1 いや面白すぎる本当に、マジで面白い。